田大学受験に挑戦の小倉優子さんの合否を占う、はい、先生ですね、はい、タレントの小倉優子さんが、はい、今テレビ番組の企画で早稲田大学受験を目指しています、はい、3人のお子さんを育てるシングルマザーとして、はい、家事をこなしながらの、受験勉強で今すごく応援の声が、はい、多いんですけども、小倉優子さんの受験の合否、ね、ぜひお願いいたします、はいはい、今年はあの虎が一応大運で虎が来て、はい、今年が虎年で、ほうほうほう、そうするとこれが一応ここで豪中というのが起きてます、はい、とこれ社会運となんか自分の、家庭生活です、うん、ここにちょっと一応動きが出てきますね、はい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 、それでもうこの水の音の人ってちょっと不思議ちゃんが入ってます、あら、もともと入ってますね、はいはい、じゃあキャラクターにも合ってるということ で、ね、あら、ちょっと下世話なことも先に聞いちゃうんですけども、はい、離婚されましたけど、そういうので出てましたか、ね、そうですね、これもうこの これが一応変換で、はいはいはい、これ土黒水で下から上に突き上げられてますね、はあ、じゃあもうそれもちゃんと出てるということで、はい、そうですね、さあ、はい、どうでしょう、はい、そうするとまあ来年に、2月23日、ちょうど2月15日、はい、今飛んでる土星があるんですが、はい、これがちょうど出生の彗星に返してます、ほう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 、でこれ彗星はまさにその試験とか資格が取れると言われてます、あれじゃあちょっと、ね、ちょうどそれこれぐらいですよ、そうですね、そうしますと今年だと、はい、これが K って言って、はい、2022年だとですね、はい、これだと K はこれ 大凶なんですよ、大凶、これ大凶、今年は大凶だけど来年は大吉です、ということは今年もし受験企画やってたらもうダメだったってことですね、はい、そうです、あら、1年過ぎて、だからこれ逆に、まあちょっとチャンス出てきたかもしれない、じゃあ運勢的にはすごく合格的には向いてるという感じですね、はい、そうです、ちょっと最後、じゃあズバリなんですけども、はい、小倉優子さんの合格可能性を A 判定から F 判定でいただければと思います、ちょっと厳しいですね、運勢、うん、運勢はいいけども、はい、そうですね、まあ C ぐらいで C 判定、いや、うん、はい、もうね、受験勉強してきましたが、僕もこの時期の C 判定は、はい、頑張れますよ、東判定はまだまだ頑張れる、あ、ちょっとね、早稲田大学受験、ぜひ合格、小倉優子さん頑張ってください、はい、先生今日もありがとうございました、はい、それではまた明日もご覧ください、また明日。